XLR タイプコネクターとは、米キャノン社が開発した、XLR 型オーディオコネクター及び、その互換品を指す。一般にキャノンコネクターとも呼ばれる。米キャノン社は、工学機器製造企業のキャノンとは無関係である。本製品を得意とする、リヒテンシュタインノイトリック社の社名を取って、ノイトリックコネクターとも呼ばれる。IEC 規格になっている。XLR コネクターの例。 左より、ケーブル用、メス、オス拡端子、XLR コネクターのピン配列。メス側は青い。構造上1番ピンが、他のピンより先に接続されるため、1番ピンを設置に、することで、筐体間電位差を解消してから信号線を、接続することができる。このために抜き差し時のノイズを嫌う、オーディオ用音声コネクタとして、デファクトスタンダードの地位を築いた。 プラグ、レセプタクルをのおのに押す、メスの曲線があり、ケーブルの延長が容易にできる点やロック機構で、抜けにくい点などがメリットである。外観は銀色、または黒色で、艶消し処理が施されており、舞台やスタジオの照明が反射しないよう配慮されている。業務用、放送用機器あるいはハイエンド向け AV 機器に多く、使用されているのは、口術のノイズ対策をはじめとして、 業務用途での使い勝手が良いことが採用の理由である。1ピンあたりの電流容量が比較的大きいことから電源コネクタやスピーカー接続用としても利用される。現在のところ平行回路の接続において標準的なコネクタとなっている。マイクロフォンの接続用として最もメジャーになっているが、その他にもスピーカー接続用、デジタル伝送用。 アナログオーディオ伝送用などの種類がある。電子機器の場合、一般には外部に対して電圧を供給する出力側にメスコネクタを用いて不足のショート事故を防止するが、プロオーディオ分野においては、ミキサーのマイク入力からマイクに対し電源を供給する需要があった。そこで、ミキサーの入力側のショート防止を優先し、機器同士を押すメスのケーブルで接続する。 利便性を取ったために一般の電子機器と逆にマイクなど出力側を押す、ミキサーなど入力側をメス端子にすることが一般的になった。三極コネクタによる音声の平行接続において信号線の清掃を2番ピンにするか3番ピンにするかは長い間混乱していたが、 アイスにより1992年に2番ピンをホットとすることで規格化され、以降は2番ホットが国際標準となった。同時に5極コネクタにおける 2CH 平行接続のピンアサインも規格化された。XLR コネクタからホームコネクタなど不平行回路に接続する場合は、逆い、側を未接続にするか、不平行側で1番ピンにショートさせる方法が、 一般的であるが、インピーダンスが合わないという問題上、マッチングトランスを用いて接続した方が良い。一般家庭向けのオーディオ機器にラインアウトやバランス接続用として採用されている場合もあるが、この場合、音楽の信号はマイクロフォンの信号レベルよりも大きなラインレベルとなり、ケーブルも業務で使用するより普通短くなるため減衰もあまりせず、最初から ケーブル部分は外部ノイズの影響を受けにくいゆえ、オーディオ用は3つのピンのうち1つが使用されていない。左右信号が独立しているという意味のオーディオ的なバランス接続用としてなら、左右のホットとアースが独立さえしていれば赤白 RCA 端子やミニプラグ2つ等でも可能で、従って本来の用途を考えた場合、このような使用方法に際立った利点はない。 ただ、これ以外のオーディオ用に使われる端子は比較的小型であり、金属端子のサイズの差による電気伝導率の差が微妙な信号の違いになる。業務で使用される信頼性とファッション性から一般向けハイエンド製品に現在まである程度採用されている。電源用三極コネクタ。信号用と区別するため赤色を用いている。日本国内においては、 放送機器の電源接続用として、機器の筐体と AC ケーブルとの接続部分に多用された。この場合は2極のコネクタを用い設置局は設けなかった。現在ではこれに代わって IEC タイプの3極コネクタが標準的に使用されるようになっている。ITT キャノンは自社の XLR シリーズコネクタについて一時、電源用としての使用を認めていない。 このコネクタがバランス伝送用と歌って搭載されていても内部ではアンバランス接続になっているアンプが存在する。また4ピン以上の多極コネクタにおいてピンの物理的な配列が一部メーカーで異なる場合があるので注意が必要である。6極コネクタには5極が入ってしまうことがあるため 6A コネクタが存在する。6と 6A は互換性がない。ありがとうございます。